立憲民主党、辻元清美にブーメラン、塚田副大臣で先日、北九州市で開かれた集会において、塚田一郎国土交通副大臣が下関北九州道路に関し、安倍総理大臣や麻生副総理が言えないから、私が忖度したと冗談を言ってしまいました。これに対して菅官房長官は、二度とこのようなことがないようにしてほしいと注意をしておりますが、 立憲民主党の辻元清美さんが、言った時点で今までもアウトですという案件です。利益誘導は絶対にやっちゃだめ。圧っ利得です。早く辞任された方がいいと辞任を要求いたしました。この辻元さん、ご自身が先日引き起こした外国人違法献金事件において、金は返したと説明しているのに。 実際には返していないことが判明し、さらに事件について私は悪くないと一切反省もしておりません。そういった中で副大臣が冗談を言っただけで辞任しろというのであれば、まずは辻元清美さんがしっかりと国民が納得できる形で 外国人違法献金事件に対して責任を取るべきなんじゃないでしょうか。辻本清美さんには、こういった辞任要求、ご自身に対するブーメランにしかならないということを理解していただき、早急に国民が納得できる形で責任を取っていただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。